宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目11の6横浜まで来たのにずぶ濡れ住所負け。お客さんが雨ざらしでかわいそうだよ。もうそろそろ30分経過するし終わりでしょ。中断中に TVK では鈴木商店の高校時代の映像出してたぞ。変に満塁になったせいで中止しづらくなってるな。ここで長期席的な展開で走者一掃したとしてもまだ負けてるんだからコールドでも問題ないわな。6連敗を止めただけで優勝したかのようなはしゃぎ方だったからからな。客席にいると雨はそうでもないよ。またここから6連敗よろしく。神宮は観客席の実況中継に全振りしてて楽しい。パリーグ3バカの低レベルな争いになってきたな。そりゃそうでしょ。判断遅い W。 コールド北和だったら打たせてほしかったよ。まあ負け試合で風邪ひくだけだし。5回試合成立でコールドにするべきだったな。レイの野郎負けそうだからってコールドに仕上がったな。同時刻で折りも死にそうだ。パリーグ3バカ揃い踏みか。まあ5点差だから諦めもつくわな。これが1、2点差でこの状況だったらあれだけど、まあ雨が強くなるのは分かってたもんな。リードを許した時点で負けやろ。伊藤は明日スタメンで使ってやれよ。代打なんかじゃなくってさ、序盤ストレートフルスイングからうまく切り替えられてしまったな。今日は乾杯。ご視聴ありがとうございました。